紀伊水海岸。はい、翡翠海岸に来たよ。縄跳びの後ね、翡翠海岸に来ました。黒石翡翠と出会える糸魚川。はい、ここはね、無料駐車場。ビーチコーミングっていうか、ビーチストーンコーミングだね。よいしょ。はい。こんな感じです。もうテトラがすごくて。でね、多分なんか、あそこら辺なんか持ってる人いるけど、あそこら辺だね。降りて、まあ、海沿い。なんか除霊なんていうの、掘るやつあるじゃないですか。あれ持って歩いてる人って、まんずいないよ。掘る道具だよね。あれを持って、一生懸命掘り起こしてんだね。はい、ここで必ずいるものとしてはですね、ビーチサンダル。今回この、なんていうのクロックスみたいなね、持ってきたけど、まあ、小砂利が入ってこれでも大変。ビーチサンダルの方がいいのかなね、探しやすいのは本当波際ね。水に濡れてるね、波の方がいいんですよ。なんか、写真写してる人ね。ライブ放送かしら。すいません、カメラの中入っても大丈夫なの？いい？一言ね、同業者の人悪いから一応断り入れました。一応ね、ここで石拾いをするんですよ、遊ぶ人はね。もう一個自分が行ってる方があるんですね。親知らずとかそういうとこだと、なんだろう、あ、水しぶきか。はい。あ、まあ、ほら。よいしょ。あれどこあれ、まあ、例えばさ、こう濡れてると、ほら、緑色になってるじゃん。まあ、こういう色のついてる、ちょっと珍しい石を探すわけですよ。ひたすら、まあ、緑色になってて、まあ、こういうのとかね。もしかすると、これがそうかなっていうやつを、ほらこうやって拾っていくのよ。でこれが翡翠かどうかはね、素人目にはわからないね。で電気当ててみるのね、 LED の。そうするとすごい透明に光って見えるんですよ。だからまあこうやって石拾いをして遊ぶとね、こういうやつとかほら。でなんかね、何でもかんでもさ、翡翠に見えてきちゃって石をバンバン拾うじゃないですか。そうするとそのうち重くて帰れないっていうね。何でも翡翠かなって。危ない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 。ここってね、翡翠ハンターって結局翡翠を取ってお金にして売って暮らしてる人とかもいるんですよ。こういうのもわかんないけどね。はい、まあ、皆さんもね、ただの石ころかもしんないけどこういう風にさ、ロマンを求めて、もしかしたらお宝じゃないかって、こういうのね、探してみてください。私今日はね、いくつか厳選して綺麗な色の石をね、エビちゃんとかお魚ちゃんたちの水槽に入れようかなと思ってちょっと探して帰ります。今回ね、水槽に入れる石っころを集めてみました。なんとほら、とりあえず緑っぽい石を集めてみたよ。ほら水にほら入れるとほら綺麗でしょ。これをね、水槽に入れてあげようと思います。これくらいかな、持って帰るの。まあ、ちょっとずつね。はい、それでは移動しよう。あー、ちびでー。あー、濡れた濡れた。でもすぐ乾く、便利や。マリオン、ミリオン、オリオン。目から人が出てる。翡翠探し、第2弾親知らず。ここはね、車中泊で使わせてもらったことがありますね。トイレも売店もあって、はい、ここね、翡翠のね、本があるのででも3000円で高いからね、じーっと見てね、じーっと見てね、どれが翡翠かっつって見てきた。翡翠ふるさと館やってるかな。すごい、うわすげえ。ああ、いや、お勉強してから行かれるね。あ、翡翠の原石、これいいね。あ、これブラックシャークでね、見るとすごい緑色がね、スマホでね、わかりますね、すごい。そして世界最大級の翡翠原石って102トンだって、やば。これ金額にしたらいくら、全部翡翠だって、やば。うわ、すごい。ここにほら、うわすっげえ。これ一生ね、遊んで暮らせるよこれ。あとね、ここ来てね、まず勉強してから翡翠海岸行った方がいいかもしれない。へえ、どこですか。どうですか。あ、ここだ、ここだ。へえ、これもそうなの。なんか石に絵が描いてあるんだね。はい、ね、下に降りてきましたよ。ここもね、もうやってるとこだね。石ころ拾いはね、好きなんだよ。雨降った日が、探しやすい。はっきり、雨降ってる最中とか、まあ雨降って、まあ乾いちゃうからね、すぐね。雨降ってる時の方が探しやすい。で、さっきちょっと食べ物買って、このタッパー持ってきたんで、タッパーにね。で、今翡翠の種類を見てきたんで、こういうのとかもさ、なんかラベンダー翡翠に見えてしょうがないんだけどさ。あ、ここをうまく仕上げてやるよ。はい、ね、さっき、翡翠海岸で取ってきた石ですね。はい、次に親知らずで取ってきた金目のものになるかもしれぬ石を取ってきました。さあ、どうでしょうね。木が、親知らずで取りましたね。で、こっちが翡翠海岸です。なんかね、すっごいもう、今見てきた翡翠に、すっごいね、怪しいのがあったんだよ。どれだったっけなぁ。濡れてるとすごいわかるんだけど、もうさっき見たのと同じじゃねみたいなのが、これとかだったかな、なんかすごいありましたよ。なんかやばそうな。やばい。うわ、いるんや。やばい。やばい。早く逃げなきゃ。